こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は1971年の札幌、何が起きたでございます。ご覧ください。 20年後の札幌ということで人口推移のグラフが書いてあります。昭和45年、1970年の時点で101万人の人口でございます。1990年、昭和65年には180万人になるのではないかというグラフです。ちなみに2022年の12月の札幌市の人口は196万人ちょっとでございます。 現在建設中の大谷地流通団地の完成図の様子です。この他に石狩湾振興にも一大流通団地が建設されるということです。中央卸売市場の分場を建設するということで、年間取扱量は昭和65年には現在の2倍になるということで、新しく東地区に分場を建設するということです。 札幌壺屋という会社があったんですね。見ていただきたいのが、まだ区ではなかったので、札幌市からいきなり豊平四条五丁目と書いてあります。 プレオリンピックを見ようということで、1972年に冬季オリンピックが開催されるわけですが、冬のスポーツ競技というのは天気に左右されやすいので、どんな天気でも力をしっかりと発揮できるように、しっかりリハーサルをしようということでございます。いろんな国の外国人が来るので、外国語でいきなり話しかけられたらどうしようっていうね、そういう人のための対策なんかも書いてありました。 海上直通バスの乗り場の地図なんですけれども、現在はない施設っていうのもありますね。5番館はもちろんありませんし、あとは市外電話局とか大通り電話局っていうのも多分ない、ないはずです。あとはありましたね。日劇。 東京オリンピックが開催される400日前ぐらいの様子です。施設も完成してリハーサルが行われております。僕たちも国際親善に一役と、市内の子どもたちもオリンピックを迎えますということで、こんな感じで賑わってますね。花嫁コンテストの募集でございます。郊外の苦情件数の様子です。一番多いのが騒音の311 1>, 1件、その次に悪臭ですね。204件、さらに大気汚染191件、そして振動とかねえー、水の汚染とかが挙げられます。まあ、今と比べたら車のね。音とか排気ガスも全然違います。し、かなり改善されましたね。まあ、50年前の話ですからね。 騒音ですけれども音を騒音と受け取るかどうかは個人差があって規定の仕方が非常に面倒ですと一般的には60本を超えた音について苦情が95%を占めているからこの辺りが限界と見ていいでしょうということで騒音の発生源は工場の騒音建設の騒音交通の騒音覚醒放送そして一番多いのが自動車の騒音 だそうです。水質の汚染も問題となっております。豊平川には温泉排水、鉱山の排水、都市下水、洗尿処理の排水などが流れ込んでいて、水の汚染が進んでいると。 そして、ハッサム川に関しては、工場排水が川に流れ込んでいるということが書いてあります。まあ、今と比べたら全然ね、環境も違いますね。今がいかに、もう綺麗になっているかっていうことだと思います。 悪臭に関する市民からの苦情は、畜舎関係が32%。畜舎自体はもともと人里から離れたところにあったんでしょうけれども、まあ、人口が増えて住宅も増えて、そういう畜舎ともう隣り合わせになって匂いが伝わりやすくなったとか、そういう理由だと思います。あとは台所からの下水管から逆に入ってくる匂い。今あんまり聞かないですよね。あとは死尿の散布などの匂いが問題になっていると。 この悪臭っていう匂いっていうのは騒音と違って数字化ができないから対策がしづらいぞとそのようなことが書いてあります。そして地盤沈下という問題もあります。地盤沈下の原因として地下水を汲み上げすぎたことによる地盤沈下と書いてあります。最近はあんまり聞かないですね。 札幌オリンピックの入場券の申し込み受付の様子です。昔はこういうやりとりはハガキでしたね。コンサートなんかも電話の受付とかハガキの抽選なんかもありましたね。あとはテレビ番組のプレゼントなんかも決心有効としてプレゼントを配送させていただきますとかね。まあ、全部ハガキだったよなっていうのを思い出しました。 札幌市のスキー場の様子なんですけれども、こんなにスキー場があるんですね。富士のヘルスランドスキー場って書いてますが、現在の富津でございます。現在は夏は芝生広場として自由に遊ぶことができて、冬はスキー場となっております。まあ、今は効かないスキー場の名前もね、いくつかありますね。 札幌市で大歓迎を受けるオリンピック招致団ということで、一度1968年の東京オリンピックに札幌市が立候補したんですが、落選して、その次の1972年にま合格というか開催が決まって、その歓迎している様子です。まあ今もね、2030年オリンピック招致とかやってますけれども、この時と状況が違うのでね、やめた方がいいと思います。 整備が進む主要道路ということで、黒い部分が完成していて、それ以外は整備している途中なので、まだ環状通りも完成していない状態です。刑務所から豊平川を渡り、米里、白石、三園、中之島を通って南19条まで進み、さらに西へ進んでいって、 で競馬場です、ね、競馬場と中央卸売市をを通通っってて北18条を通り創生側へ戻ってくる、まあ、今の説明だとね、なかなか難しいですけれども、感情通りができてきました。北東部のメインルート2、これは函館本線と立体交差する東八丁目アンダーパスの建設工事、今年の11月に完成予定です。 南7条大橋を建設している時の様子です。環状通りがどんどんできてきます。地下鉄、高速電車中野島駅の建設している時の様子です。メトロのムードが漂い始めた中野島。高速電車が静かに滑り込んでくる日も間近です。 下のポロ第二団地の様子です。理想的な住宅団地をということで、住みよい快適な住宅づくりと大規模な住宅の確保を目指して建設中です。1971年の10月から創業を予定しているハッサム清掃工場でございます。1日に最大300トンのゴミを完全処理できます。 環状通りなどの道路も整備されていったんですが、その時と同時に下水道もかなり整備されているということがこのグラフを見てわかります。2月9日、皇太子様夫妻が新しいマコマナ駅においでになり、高速電車、地下鉄ですね、腰状になったと。 運転開始まであと10ヶ月余りで、急ピッチで工事が進んでいますと、駅舎もマコマナ駅が完成しました。 去年か一昨年に閉店した松山学部地点が新しくオープンした時の様子です。まあ、こんな形のビルですよね。たぬき工事にありましたで。末期は確かゲームセンターも入っていた記憶があります。まあ、生まれて閉店するまで見てきたという方もいると思います。 やっぱり70年代の広告の文字とかって非常にオシャレですね。そしてカセットレコーダー、音吉くんといって1万7千円するみたいです。今もまあ廃盤だと思うんですけれどもね、かなりプレミア価格なのではないでしょうか。カラーテレビを販売しているということは白黒テレビが主流だったんでしょうね。 地下鉄開業に合わせて高速電車を48両購入しました。さらに地下鉄利用者によるバスの利用も増えるということで、市のバスも大量に購入したというお話でございます。この頃はまだまだ砂利道だったんですね。小学校では新入生が慣れるまで当分の間、先生が付き添って下校します。足場悪そうですけれども、なんかいろんなもの落ちてて楽しそうですね。 着物を着たお母さんっていうのもね、この頃結構まだいたと思います。そして歩道橋なんかもたくさんこの頃できてきたということでございます。雪も溶け暖かくなると外での遊びが多くなります。ボール遊びとかは大変危険ですからお母さんも注意してあげてくださいね。まあこれは昔も今も変わりません。 これからのゴミの処理ということで、今は燃えるゴミ、燃えないゴミ、週2回回収とかしっかり決まってますけれども、昔は立ち会い制だったらしいです。なので、まあ、朝も夜もいない人っていうのは、隣の人にゴミを預けて、その人がゴミを立ち会って出していたということで、まあ、札幌市でも週1回しか回収しない場所と、週2回回収する場所、結構村があったりしたっていう話です。 なので、ゴミステーションを配置して、ゴミ出しをしやすくしていこうという話でございます。東札幌の道路を整備している様子です。この頃にも基本的な道っていうのができたので、今こういうようなね、工事っていうのは見られないと思います。そして、この様子は篠路です。まだまだ砂利道が多かった、そういう時代です。 この橋は国鉄殺傷線をまたぐ新川大高架橋でございます。この頃の列車は地上を走っていたので踏切による渋滞がとても多かったということで高架にしていこうというそういう案も出始めているそういう時代でございます。やはり70年代のロープウェイのデザインもかっこいいですね。白黒でちょっとわかりづらいんですけれどもね。そして北海道内のロープウェイです。 東野湖ロープウェイってことは薄山ロープウェイってことですかね。科学のオリンピックということで東京オリンピックの競技の判定を最新のコンピューターを用いて判定するぞということです。これはサザエさん一家かな。サザエさん一家に似た一家でございます。これはモグロ福造にちょっと近いですね。 公平橋ダムも完成間近でございます。南区の石山地区に水道を敷きますということで、まだ井戸水だったんでしょうね。そして新川処理場も運転開始いたしました。さらに水仙トイレへの改善をしていこうということなんですね。そのボットン便所を廃止して、清潔な水仙トイレをどんどん普及させていくぞという計画です。 1972年から札幌市は区になります今までは区ではなかったんですね北区東区西区中央区白石区南区豊平区ですそして将来的には厚別区と清田区ができますなのでご覧のように住所には中央区とか入ってないですよね菊水ですけれども白石区とか入ってません 1971年の100年記念塔でございます。メガネの水の現在とちょっと雰囲気が違いますね。田舎町のメガネ屋間があります。そして地下鉄がいよいよスタートするわけですが、切符の買い方とか、改札口の通り方なんかが解説されています。シンボルマークもこの頃に決まりました。切符を買うとき、千円札を、まあ、そのまま使うことができないので、一度両替機で 千円札を両替してから切符の券売機で切符を買うことになります現在の南平岸駅は開業時霊園前駅でしたこのおじさんなんか迷ってますね方向わかんないんでしょうか開業時浅部駅までではなく北24条駅まででしたこのイラストも非常に味がありますね そして料金表が書いてます。30円で乗れるんですね。例えば、マコマナ駅から自衛隊前駅まで30円です。マコマナ駅から北24条駅まで乗っても80円でございます。まあ少しずつ値段はね、上がっていきました。 そして最後に石山通りの南34条西11丁目に北海道で唯一超高速連続戦車どんな汚れもたったの5分で OK というこんな施設があったんですね藻岩発電所前ということでなかなか気になる、えー、施設でございますそんな感じで1971年の札幌の様子でしたありがとうございました